演武開演。どうも、本日はこちらマクドナルドのフレーバーポテト明太マヨを食べたいと思います。フレーバーポテト初めてです。でこういう専用の袋を用意してくれることも知りませんでした。早速ポテトを中にと、フレーバーを混ぜ終わりました。ではいただきます。うわ全然違う、普通のポテトと。明太子の程よい辛みが加わって口中に刺激を与えて、それが食欲をそそり、最後にマヨネーズがほんのりまろやかにしてくれますね。ただのポテトとは違った味わいが楽しめてとっても良かったです。きっと今までもいろいろあったんだろうな、もしこうしたかも。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。